はい、先行玉。おっしゃ、ナイスダウン、さすが。はい、スタン入った。正直殺そうかと思った。だって隠してるって知らなかったんだよ。まさか転職先にヒロタカがいるとはね。この会社でもおたばれしたらお前のこともバラすから、この男廃人クラスのゲームオタクですよって。よっしゃクリア。別に俺隠してるわけでもないし。タバコいい？ダメです。吸います。隠しといた方がいいよ、オタクはモテないよ。別にモテたいわけではないし。え、何？彼女いるとか？いませんけど。でしょうね、お前オタクの上に不愛想だもんね。なるみは？彼氏いんの？1年付き合ってふとした瞬間におたばれしたのをきっかけに距離を置かれ、ついに振られた。あ、ごめん、俺腐女子とか無理とか言われて、それを会社全体にアナウンスされて完全に居づらくなって辞め申した次第じゃ。まあ飲めや。だから次の彼氏にはオタクってことを墓場まで持っていく覚悟、死んでも隠し通す所存。オタクに理解ある男を探すってのはダメなの？ダメに決まってんだろ。理解あるってことはそいつもオタクじゃん。オタクはキモいから絶対嫌。出た、自分棚上げ腐女子。タイプじゃねえわ、大人になっても。そういうとこだと思うよ。は？そりゃ振られるわ。ヒロタカはいいんだよ、子供の頃からの大切なオタク友達なんだから。普通に幼馴染でよくない？うん、オタク馴染。